皆さんこんにちは、一浦誠です。今回はね、 TikTok 見てたある面白い動画が流れてきた。俺の元に運が来たからね、今回はそれをやっていきましょう。このバナナ、あのフィリピン産のバナナはあるんだけど、このバナナをね、なんかすごいことにできるらしい。まあ他の人だったらね、バナナの実を食べてね、もうそれはどっかにポイって捨てることがあるだろう。こんな風にマリオカートみたいにポイって捨てて誰かが滑る、これはもの。まあそんなこともあるけどね、これをベーコンにできる必殺技があるみたいなんで作っていこうと思います。まずバナナの皮を、この風に普通のバナナの皮をこの皿の中になんかこんな変なギニャギニャギニャってなってるのは分かるよ。ここの白色のパサパサしたやつ、これを取り除いていく。リムーブイコール取り除く。はい、俺英語天才。じゃあこんな風に、あの白色の変な部分、これっすね、これクソまずそうだ。うわっ、なんでまずい。うん、こんな風になんか白い部分を取ったら、これをで、このパッティングの中に醤油うえっ、こ入れた、蜂蜜と醤油を入れたやつで、これを混ぜていく。はい、ナンバー64、こんなふうに混ぜるのかな、こんなふうにとろりとろり。まあ、こんな風に混ぜてちょっと待っていきます。というわけで皆さん、バナナを焼いてきました。醤油と食っていきたいと思います。カリカリしてますね。まずは胡椒ありで、うわっ、何これ、苦っ。じゃあ蜂蜜入れて甘さを追加させていきます。まだ